エンダー、デビッド・インシアーテ・モンティエルは、ベネズエラ共和国、スリア州マラカイボ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のアトランタ・ブレーブス所属。アリゾナ・ダイヤモンド・バックス時代2008年に、アリゾナ・ダイヤモンド・バックスと契約。ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ダイヤモンド・バックス・レッツで62試合に、出場し、打率。300.18打点。 22盗塁だった。2009年は、パイオニアリーグのルーキー級、水浦オスプレイで66試合に出場し、打率、325.1本塁打、22打点、10盗塁だった。2010年は、A-9 ヤキマベアーズと A 級、サウスベンドシルバーホークスでプレー。A 級、サウスベンドでは66試合に出場し、打率、225.1本塁打。 20打点5盗塁だった。2011年は A 級サウスベンドで116試合に出場し、打率262.1本塁が25打点26盗塁だった。2012年は A 級サウスベンドで65試合に出場し、打率293.1本塁が30打点18盗塁だった。6月に A 級バイセイリアローハイドへ昇格。62試合に出場し、打率。319.1本類が17打点、28盗塁だった。オフの12月に行われたルール5ドラフトでフィラデルフィアフィリーズから指名され遺跡。2013年4月2日に戦力外となり、4月4日にルール5ドラフトの規定によりダイヤモンドバックスへ復帰。この年は、 AAQ、モービル・ベイ・ベアーズで127試合に出場し、打率、281.5本塁が25打点、43、盗塁だった。オフの11月20日にダイヤモンドバックスとメジャー契約を結んだ。2014年3月3日にダイヤモンドバックスと1年契約に合意し、3月9日にトリプル A 級りの A シズへ配属され、そのまま開幕を迎えた。 トリプル A 級リノでは26試合に出場。打率312.2本類が12打点7盗塁と好成績を残し4月30日にメジャーへ昇格した5月2日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー8番中堅で先発起用され4打数1アンダ1三振だったその後は怪我で欠場していた中堅手 AJ ポロックの代役として出場するも、打率は1割台が続き、ポロック復帰後は、守備要員としての起用が増えた。6月1日に、ポロックが、故障者リスト入りすると、中堅の守備をダッシュ。6月下旬からは一番打者に固定された。9月にはポロックが復帰したため、左翼手へ転向した。この年は118試合に出場し、打率、278.4本塁が、 27打点、19、盗塁だった。2015年は開幕ロースター入りしたが、右翼種のマークトランボや、インシアーテと同じメジャー2年目のデビッド・ペラルタとの外野で争いもあり、開幕後は定位置を確保できない日々が続いた。6月16日に右ハムストリングを痛め、15日間の故障者リスト入りし、7月17日に復帰。 復帰後は三塁から右翼へ転向したヤズマニートマスが活躍していたため右翼と左翼を兼任していたが8月下旬から打率3割前後をキープし9月中旬には右翼の定位置についたこの年は132試合に出場して規定打席に到達し打率303.6本塁が45打点21盗塁1三振あたりの打数が9.0だった 2015年12月9日にシェルビー・ミラー、ゲイブ・スパイアートのトレードで、ダンズ・ビー、スワンソン、アーロン・ブレアと共にアトランタ・ブレーブスへ移籍した。2016年開幕から1番打者で先発出場し、出場した試合の半分以上は1番として出場した。前年から打率は少し下げたものの、出塁率は、351、3本塁打、29打点。 16投類、1三新あたりの打数は7.7。オフにゴールドグラブ賞を初受賞。2017年開幕前の2月8日に第4回、ワールドベースボールクラシックのベネズエラ代表に選出された。シーズンでは5月22日のピッツバーグパイレーツ戦で自己最多の1試合5アンダを記録した。6月6日のフィリーズ戦で通算500アンダを達成した。 9月26日のメッツ戦で、球団史上4人目となるシーズン200本安打を記録した。シーズン終了後、2年連続のゴールドグラブ賞を受賞した。ありがとうございます。